シェアできたのかな。もうリジェクトの公式のツイッター引用してます。あ、なるほど。あれ好きだと。じゃあ一旦タバコ吸いますか。そうですね。タバコ吸う。ちょっと吸わないですよ。普通にタバコ吸うんだよ。ちょっと離れればいいでしょうか。そうですね。カーベリで。いきなりタバコ吸うっていうのがいいですね。おつな、本当にお前らやる気あんのかっていう。あるっすね。やる気？やる気。やる気ありますか？やる気は、一応そのやっつけっていうかその。じゃ頼まれて。頼まれてやってる。頼まれてやらないかって言われて、あ、でも面白そうだなと思って。これマザーさん勝つの？違います違います。俺もやる気ないです。言っちゃった。まずいでしょそれ。意外と楽しいかもしれない。まあ、山登りね。意外とね。そうそう、兄弟みたいでしょ。一応年はマザーさんは？僕29になります。29。僕は44で、まあ一応僕は兄ですね。だいぶ兄です。弟が120キロ。120キロ。僕100キロです。いい感じ。100キロあるんですか？100キロあります。同じタイプですね。見えないっていう。そうそうそう。筋肉がすごいでしょ。だってマザーさん足がだって太い。配信会1太いんだ足が。配信会1はどうだろう。他にないんだよ。マザーさん若いの。そうだろ。若いんですよ。これ黒人さんとこ、ここに黒人。あ、全然黒人だ。誰かで黒人さんとは呼んじゃダメだ。いや、別にイジクト？まあ。国に出すもん、国に間違えちゃったらしょうがない。こうやって喋るの初めてですよ。確かに、あの一回飲み会でね、飲み会というか打ち上げか、あのなんだっけ、あの夏にやったバルランドみたいな、はい、あれで、そあの喫煙所でちょっと喋って、そうで、その打ち上げ行ったらもう寝てた。そうなの、もうすげえ眠い。酒飲んだの端っこ、こんなんのってすぐ寝るんですよ、酔っちゃうと。今日はちょっと、はい、大丈夫です。2時間ばかし歩くんですね、高尾山。山頂を目指す。山頂に神社がある。山頂に神社がある。神社があって、はい、あれ木川神社。じゃあもうそこでいいじゃん。木川神社そこって書いてある。それじゃダメ。一応2024年の、はい、そのゲーマー。ゲーマー。FPS 業界、格闘ゲーム業界のゲーマーをの健康を祈願するってことですか。勝手に我々が代表して。いい企画ですよ。いい企画だ。健康期間でいきなりタバコ吸いますから、ね、なかなかの配信ですよね。初詣です。初詣ですね。初詣ちょっと遅れたね。わかりました。じゃあごめんなさい、行きましょうか。行きますか。一応楽な道なんですよね。すごい楽、一番楽な道。後ろ向きで行くの。後ろ向きプロだ。プロだ。プロだ。いい時間も歩くのかよ。帰りは電車、あのロープウェイ的なやつ。ロープウェイで大丈夫です。帰りは、あ、楽なんだ。初詣がゴールです。あ、よかった。ロープウェイ富士山一応ね、登ったことあるんです。登頂したことあるんですよ。一番上まで。一番上まで。マジ3778。そう、あの、ね、帰りが一番辛いんですよ、俺は。デブは平らな部分がなくて、はい、ずっとつま先にこう体重が乗ってて、帰りは多分ね、3時間ぐらいその、あの降りれるんだけど。富士山すごいっすね。そう、企画でちょっと昔やってて、もう二度とこう行かないと思った。高尾山はまあ言うて大丈夫っしょ。野田さん手ぶらすぎないですか、うん、え、手ぶらすぎない。これできたんですか。はい、僕も財布と携帯と担保しか持ってます。マジでタオルとか持ってきてない。俺ちゃんとあの調べて持ってきてない。すごい荷物じゃないですか。そう、なんかスポーツ羊羹とか俺買ってたんだ。あと何を、なんかね、チョコの糖分が必要なんだ。ああ、もうそういうのもちゃんとしてるわ。水も。さすが先輩っすわ。じゃあ高尾山、あの1月服装とか全部調べてちゃんとやってた。もうジーパンにスニーカーで。いやいや、でもそれぐらいのあれでしょ。言葉悪いけど、舐めた感じでも大丈夫でしょ。多分大丈夫だと思う。まあ、気をつければ、はい。はい、大丈夫。いや、でもリジェクトうち強い。え、勝ちましたよ。そう。イズミスト。20はちょっとやばい。しかも、15対2とかでしょ。え、うち最強でしょ、あれ。
最強です。あ、最強ですよね。なんか上からレジェンド5番なんか集めた。そう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 、そんな感じで巨人軍みたいなことですよね。でも初勝利なんですよ、メインステージ。そうなんです、これ結構見てたんですよ。今までリジェクトもスタッフも、うん、ファン もうみんな、なんか、うん、今年は強い、今年は強いって言ってたんだ。そう、はい、スクリーム勝ってますとか、はい、調子いいですとか、めちゃくちゃ言ってたのに、はい、毎回負ける。毎回負ける。しかもだって一本も取れなかったよ、逆に。そう、それがね、ね、しっかりと。うわ、2-0 で、ちょっとピックもなんか、ね、ちょっとなんか変わったピックするから、ね、面白い、見てて面白い。そう、今回はマジで強そう。ちょっと急だけど嫌だな。すごい嫌だ。嫌だ、大丈夫。やめますよ。やめたっていいんじゃない。別にだって誰に頼まれたわけだよ。確かに、そう、確かに。だってね、健康なんてね、みんな各自なんとかしますね。なんとかしますね、大人なんだし。あー、うわー。何時起き今日？あ、今日はね、健康的です。しっかり寝た。8時間ぐらい寝た。あ、よかったよかった。え、寝ました？俺も6時間はしっかり。もうじじだから6時間しか寝れない。やっぱ短くなるんですか？そう、本当に4時間半から6時間きっちり起きる。その後眠たくても、ね、寝れない。一回起きて、そう、インスタとかずっと1時間ぐらいこう見ながら、はい、あ、でも無理だ。そこは大きいけど。あ、これきついわ。あ、でも安心して。あ、救急車。救急車。これは安心。救急車来てます。これ確かにもう、うん、これ本当にやばいんじゃない。じゃあリーさん、本当に簡単な道なんですよね。簡単だね。一番簡単だって、うん、まあ舗装されてますよね。でもね、リーさんの先やってくるじゃないですか。何されました？今でもラスベガスでなんかね、いろいろされました。ラスベガスで、うん、なんか英語喋るんで安心してくださいみたいな、同行するからって言って、はい、あ、よかった、じゃあもう安心だって言ったら、小木さん、あ、小木さん、今からタクシー英語でお願いします。俺って言って、結局俺喋れないのになんか勝手に俺がやらせたって言って、何が出るの、笑いながら。間違っても絶対直す、訂正しないから。大丈夫。ひどいことする、ね。結構やってるよね。あ、もう暑い。あったかいね。あったかい。てか、本当は3枚でいいや、これ。全然暑いわ。あ、リエクト、素晴らしい。はい。俺もちょっと動こうかな。暑いわ。いいや。いや、暑いな。さすがだな。今気温何度ぐらいですかこれ？5度とか。5度。でも全然暑い。暑いやん。いいな、めちゃくちゃ共感できる。俺もめっちゃ暑いんで今。ちょっと脱ぎますこれ。ひどいなこれ。俺はリジェクトやって、俺はね、服。なんだっけ？プルルのやつ。プルルのやつね。換気スープ。服。プルル。非常に一緒ここに。そういうのリジェクト入ってどのぐらいですか？1年経ちますか？いや、経ってないです、6月ぐらい。ああ、6月ぐらいな気がする。あ、6月じゃねえわ。いや、俺1年ぐらい経ちますよ。だって6月ってスタシックスやってたばっかだから。ありえない。俺2月ぐらい入ってて。もうすぐだから1年じゃないですか。もうすぐ1年。もうすぐ1年。馬田さんは？俺もう2年経って。あ、もう大先輩。2年ですか。2年か。でバロラなんだかんだ2年。2年ずっとリクションで、こうリクションのために頑張ってますよね。いや、嘘でもいいから、それ見逃さないと。まあ散歩がてらって感じ。これ楽なルートですか？ちなみに結構傾斜来てます。これ40度ぐらいないですか？これ40度高さ。40ってもう落下しますよ。これ40ぐらいない。これ結構 10とかしないですか？10とか結構しんどいけどな。これ、あ、一番王道ルートなんだって。これが、そう、あ、じゃあ今回本当なんだ。リジェクトが言ったこと本当なんだ。一番簡単なんですね。そんな嘘つかれてるんですか？いや、もうマジで。しょっちゅう大体ドッキリかけられるか、嘘つかれるか。うわ、すごい走ってる人いる。すごい
気だな、おじいちゃん。元気だな、おじいちゃん。よし。大丈夫かな。よし。画質いいでしょ。ちょっとだから近いのはまずいよ。肌質がまずいからね。でもね、全く霧のおかげで、そう、お肌もねしっとりしてて全然乾燥してない。粉が出ない。これ俺8割ぐらいだよ今日。8割か7割ぐらいしか力出せない。ふぅ、寒すぎる。まださんももう元気になったんで。元気じゃなかったの。元気じゃなもう一発、もう一発、行きましょう行きましょう。山です。ヤニはうまいよ。俺も富士山で飲んだ、吸ったけどマジ最高だったから。でもこれでね、もうすぐ、あの最初に言いましたけど、あの高尾山のな名前何でしたっけ。薬王院。薬王院で2024年のですね、FPS と格闘ゲーマーのその健康を願うという、勝手に健康を願うという企画でございますので、みんなのためにやってる、みんなのためにやってますからね。これこの2人が健康って言いながら思いっきりタバコ吸ってますけど、そこはね皆さん健康タバコ健康タバコ。なんでヤマトンいないの。ヤマトン君はあの取締役だからする必要ないんで、俺らあのプレイヤーなんで、あのあっちマネージャーだから。クソ疲れてる、クソ疲れてるよ。でもちょっと汗ひいてちょっと寒くなってきたね。そう、ちょっと寒くなってきた。めちゃくちゃ寒い。またでも歩いたら多分ね、またいい感じで汗かくから。しゃあ、さあ、いやこれでも今日終わったら相当ね達成感あるだろうな。行きますか。行きますか。よしよし、行くぞ。いい感じだな。ね、いい感じだった。タバコ吸うとやっぱちょっと元気出るな。いいわやっぱ。はあ。ここから人増えますね。ケーブルカーで上がってきた人たちが。あ、ケーブルカーでズルするやつもいるんだ。ズルっと。そっか。ショートカットね。ショートカット。まあ、あの忙しい人もいますから。危ないですね。あ、団子あるじゃん。団子これ食べた方がいいんじゃないこれ。いらない？薬王院15分、あ、すぐだ。で、その40、山頂まで行くんですか。薬王院じゃない。あ、いいんだ。え、いいんだ。いや、なんか、あ、そっかそっか。なるほど、わかりました。これ、団子食べなくていいですか、これ。じゃあ、いや、じゃあどっちもいいです。どっちもいい。なんか、じゃあ、じゃあもういいですね。行きましょうか。すいません。いや、なんか、その帰り来ますか。帰り、あ、そうだ、帰り来るから。そうそう、帰り来る。そうしましょう。ここで生ビール飲んだ、思い出したよ。あ、うまそう。ちょっとさすがに飲もうかな俺。俺ビールあんま好きじゃないけど、ここのビールうまそう。こんな登ったらねえ、うまそうこれ。どんだけ食いたいんだ。いや違うじゃん。その何その移り映えっていうか、そのそういうことです。考えた上で、考えた上ですよ。残酷なんですよ、興味ないですよ。中なんだから。そうなんですよ。またダイエット私始めるんでね。何キロ目指すんですか。85。え、今何キロですか。今はさっき100キロってちょっと持っちゃったんですけど、98です。ああ。だから13。85いける。いや、いける、多分いける。マジですか。一回88まで。ああ。12月の頭で88まで減らしました。あと3キロあったんだけど。12月でついこの間。ついさっき、そうやったんですよ。88までいった。12キロさ、そう痩せて。あんまりアップダウンすると死にますよ。そうらしい。そうらしい。内臓にダメージが出なくて、そうみたい。あ、そうなんだ。そう、あ、そうなんだ。早死にするって。なるほどね。あのダイエットするとそのムカついてなんか仕返ししたくなるでしょ。その何ですか。餃子とかその焼きそばとかラーメンとか、そのああ、なんか体にね。そう、あの食ったらなかんっていう、なんかその頑張ったし。そう、それで結局また戻ってみたいな。でも85までいかないとやっぱデブのおじいちゃんって見たことないから、その周りで。マジでデブのおじいちゃんってそのいなくて、タバコ吸ってるおじいちゃん結構いるんだけど、その前に死ぬんでしょ。そうそうそう、死ぬらしくて。だからちょっとあの40代で80キロ台で、50歳代で70キロ台にちょっとちゃんと下げておこうと思って、ね、じゃないとね。確かにデブのおじいちゃん見たことない。そう、見たことないでしょ。本当に死んでんだ。本当死んでる、周りにいない。そう、行くまで。ひどい話だな。うわ、なんかこ楽しそう。楽しそう。これ映しちゃっていいかな。まあ、チラッとね。
違った。あ、楽しそう、楽しそう、なんかサークルですよね。ねえ、登山サークル。いや、いいな、そういうのやりたかったな。やってねえな、俺も。やってねえな、そういう男女のあれはないな。ない。一生ゲームやってたな、きったねえゲーセンで。マジで女いなかったな。ああ、そうか、登山ね、そういう楽しみ方もあるよね。確かに。いや、でも松田さんのね、あのあれ、まあ、あの彼女募集企画ちょっとやりましょうよ。彼女募集企画彼女欲しいとかあるんですか。まあ、いたらいいなと思うんですけど、ね、ちょっと俺がもう終わっちゃってるんでね、なんかいろいろ終わっちゃってる多分ね、今の生活でね、こう、もう終わっちゃってるんで。確かにその仕事人間だもんね。そう、ずっと仕事してるから。例えば今日山登り行こうかとか言ってても、うん、急にその日に突然なんか気が乗っちゃって朝まで配信して、あ、今日行かないわとか言いそう。いや、ありそう、俺らはありそう、マジで。でもそれしそんなんね、ダメじゃないですか。ダメだと思うダメでしょ。ダメだと思う。でもしょうがないよね、だって俺ら仕事が、まあ、ね、今頑張らなきゃいけない時だし。頑張り時ですか、ね、そう、頑張り時だし。あ、これサル園、サル園、あ、猿がいるんですね。へー、いっぱい猿がいる。こんないるんだ。しかも全部名前書いてあるじゃん、すごい。へー、本当にすごいな、全部名前書いてあるじゃん。煮干しとかひじきとか。煮干しひじき、すげえな、こんなあるんだ。なんでこんな名前なんだ、まあ、適当につけたんでしょうね、多分。でもすごい、こんなにいるんだ。あ、しかも家系図まで全部。オスメス44頭ずつですって。そうで、資格がなくなった方、なくなった方っていうか、猿、うん、まあ、霊長類ですから、一応ね、一応ね。へぇ、すごいな、もう面白い、こんなあるんだ。あ、なんか坂になった、下になったよ。なにこれ、もう楽ちんだな、これ。もう余裕っすわ、これ。タコ、しかもタコ、なんでタコ、タコ、タコですよ。海洋引っ張りだからって、ね、タコ杉、杉タコか、もう一回できます、すいません、すいません、ごめんなさい、すいません。これちょっとやっていきましょうよ、海洋、海洋引っ張りだからね。これちょっと、これね、これ、ほら持ってましょうか。あ、どうす、じゃあちょっとカキカキしてきます。カキカキ、あ、よかったかった、これで、はい、まださん、まださん僕大丈夫です。なんでよ、僕海運いらない、海運いらない、もう運に頼っていかないと、もう、もう何もない。カキカキはいつからやってるんですか。カキカキは、あいつ、カルビと一緒にランクマ行ってて、はい、ランク、最近コンペ、いや、結構昔、半年前ぐらい。最近です、ね、最近、最近です、はい、で、ナチャン選手っていう、その、普通の野良がいたんですよ、はいはい、女の子で、はい、で、ナチャン選手、ナチャン選手って言ってたら、でカルビが、あ、じゃあ国にはコナちゃん選手だねとか言って、ハハハとかで笑い出して、あ、これは使えるぞと、これビジネスチャンスだと思って、ビジネスチャンスね。でコナちゃん選手だけだとあれだから、うん、これでこうカキカキってその後でつけて、はい、足し算してそのコナちゃん選手カキカキができたんです。全然わからん全然わからんかったです。あ、わからなかったですか、ごめんなさい。カキカキは何もないところから出てきた。何もない時、あの、やっぱ僕アトピーで粉が出るんで、だから粉、粉なんです、はい、で粉ちゃん選手で書くから、アトピーは。あー、でカキカキっていう、はい、そういうことです。そう、笑いづらいんですよね、ごめんなさい。全然大丈夫です。いや、笑い、なんか最近だったんだなと思って。あ、もう結構最近ですよ。え、でも本当に半年前とか1年、まあ言うて1年前ぐらい、大事ですかね、そういう。大事です。で、これがね、今受けて、はい、いろんなとこでこうやってね、どっかのイベントでこうやってやると、キャーっつって。え、本当にカキカキで、なんか黄色い線がすごい飛んでるんですよ。まあ、一部では悲鳴とも捉えられてたけどマジで本当に、ね、いや、本当に結構受けてるんですよ、女の子、写真めっちゃ撮るんですよ。あ、で、しかも写真撮ってくださいって言った時に、あれやってくださいって、必ずこう、カキカキ今受けてるんですよ。そうなんだ。僕、その昔、そういうゲームじゃねえからこれっていうので、はい、ちょっとあったんですけど、20年前に。やっと20年後にやっとできたので、2つ目が。もうそういう、そのな、実力がないから、こういうネタで、ね、ギャグで勝負するしかないんだよ。ということです。そういうのないな。ない、ないですね。マダさん、ないです。マダさん、口癖とかないの。口癖ない。 ある、たまに聞くけど、あんまりないっすね。ないか。あった方がいいんだろうけどね。
いやまあね、そう。でも関西弁が一応あれなのかな。だっていないでしょ、他に配信者関西弁。いますよ。いる？モンキーさんもそう。僕の関西弁あんま出ないんですよね。あ、出ないんだ。そう、めっちゃ疲れたりとか、めっちゃイライラしてる時しか出ないです。あ、確かに。あのバローンってやってて、キレてる時に関西弁。関西弁です。あ、確かにそうだ。あれはちょっと疲れてる時、イライラしてる時なんだ。なるほどね。確かにちょっとその時出てた。いや楽しみだな、もうその薬王院、薬王院何願おうかな。いやだから健康でしょ。あ、決まってた、そうか、決まってた。俺も塩欲をもう自分こんなさっきのダイエットの話じゃないけど、こんな歩いたんだからみたいなところ出てる。あ、そっか、自分のためじゃないですもんね、俺は。違う違う、そうだ、みんなのため、みんなのため、そうだ、そうだ。だからリジェクト外のプレイヤーでも全員ですね。そう、みんな全員、みんなこれをね、そう、健康になるということで、これね、健康でそのままね、みんなゲームでね活躍してもらいたいんでね。そうですよ。口には出しませんけど。口には出さない。出せないけど、マダさんもやっぱそう思ってた。もちろん。もちろん。体裁はね、やっぱ大事ですから。もちろん、もちろんって言っちゃった。うわ、近い、何、何、どうした、どうした、うわ、え、あれあれ行くの。ショートカット、まあ、ちょっとは楽だけど長いって感じですね。どっち選ぶ、和田さん。俺は断然ショートカット派ですけど。じゃあショートカット行きましょう。大丈夫ですか。もちろん大丈夫です。すごいよあれ、階段あれ。和田さん選ぶ、偉い、すごい。いやでもショートカットの方が。俺もショートカットの好きね、合理的なんだよ俺も。いやちょっとが我慢すりゃね、まあまあ、つくんだから余裕でしょこんな。ちなみにこれです。これはなんだ、あるんだこれは。これはきついだわ。お、まだ行くか。行きますよ俺は。まだ偉い、走ってる。走んないで。てか走ってんのか、あれは。あれであれ走ってんのか、あれ。うわ、よー、すごい。絶対無理やろあれ。おい、すごい、早い早い。ちょっと見とこうか、一応見とこうか。お、止まんない、止まんない。お、強くない。お、すごいすごい、マジすごいマジすごいマジすごい、止まんない、すごい。あ、ごめんなさい、どうぞどうぞ、すいません。ちょ、じゃ俺も行くわ。俺は走りません。一段一段踏みしめてね、やっぱね、ゲーマーのその健康をこう噛みしめながらですね、一人一人の梅原、時戸、こうやってね、灰谷、こうやってプルル、こうやって一個一個、梅原が一番最初でちょっと間違えたけど、リジェクトだから、まあ、そこは許して、こう一個一個噛みしめながらね、一人ずつ、そう、こうやってね、こう、うわ、走ってるみんな、すげえ。マダさんが待ってるから、俺らも走んないと。いやちょっと待って、走れないよこれ走ったらすげえな、マザさんすげえや。あ、じゃあ また行くの、走んない、ゆっくりゆっくり行く。よかったよかった、よかった。よし、よし、いや、よし、いや、ちょっと、いや、ガクガクつったちょっとあ、すっごい乳酸。あとちょっと、もうちょい、あとちょっと、やっぱショートカットだよ。ちょっと我慢すればすぐ着くんだから。よっしゃ、はあ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 、全然ショートカットじゃねえじゃん、まだあるじゃん、まだあるじゃん。本当にショートカットなこれ。足が、もうあれはよく開けて食べない。足が、足が、大丈夫ですか。大丈夫です
階段やっぱすげえな、まあ、来るな。あ、そうだ、マダさん聞きたかったんだけど、はい、釣りやってるじゃん。今喋れます、喋る、大丈夫。あ、てかマダさん喋れる、喋れる、喋ります大丈夫。マダさん、釣り以外になんか外配信よくやるんですか。外配信、そう、なんか釣り結構社会金でやってて、釣りはね、行きますけど、え、あのドミノとかもやってたじゃん、あれはどっち発信、誰発信。俺です。お、そうだったんだ。そうなんですよ。すごい偉い、だから頑張れた。あ、なるほど。今日は別に足りない。今日はもう別にもうやっつけ、もうケーブルカー乗りますかって言ったら、はいって言うと早く終われば終わるほどいい、なるほど。あ、ドミノ自分だったんだ、偉い。あ、やっぱなんすよ、年末なんかやろうと。そう、あれは何か祈願してやったの。何も、とりあえず何かしようと。あ、偉いわ、年末にね。何にもないっすね。一番忙しい日、誰もがゆっくりしたい日にね、あれ偉いわ。すいません、 お財布もらっていいですか。あ、何するんですか。ビール、あ、団子食う、行きますか。じゃあ俺も団子食おう。ちょっと、じゃあ後で出しますね。後で。何団子？じゃあ僕みたらし団子。みたらし団子一つと。僕はじゃあ黒ごまでお願いします。ああ、いいよこれ。いいわ。あ、今から温めてくれるんだ。いいな。あ、いいですね。ね。うまそう。団子大好きなんですよ。あ、団子好きなんだ。ちょうどよかった。こっち、はい。黒ごまで、はい。ありがとうございます。でかっ。でかっ。いただきます。めっちゃ垂れる。気をつけなの。うん。まっ。めっちゃうまい。うん。うん。はや。はやる。え？飲みも。もったい飲みも。死ぬよ。すぐだね。うん。うまっ。これ、はい、どうもありがとうございます。うん、うん、うまっ、うん、うん、うまいわ。めちゃくちゃうまい。でも多分今日歩いたカロリーこれ全部入っちゃったでしょ、これ多分。今日歩いた、燃えてますかね。燃えてる、あ、そう、大丈夫か。二人ともすごいですよ、今。確かに、湯気がね、体から湯気すっごい出てる。陶器がね、陶器。あ、これめっちゃうまいわ。うん、うん、ああ、うん、ああ、いいっすか。あ、そう、うまいわ。ありがとうございます。あ、いいわ、団子いいわ。薬王院、あと5分。薬王院まであと5分です。おいしい。ああ。いや、マジで団子うまかったな。あ、すげえな、あれ。そういや、今年初詣してねえな、俺。俺もしてない。あ、俺もしていてない。してないですか。してないです。これ、上でできる。おみくじもできる。できます、できます。あ、素晴らしい。これ2月ですけどね。ちょっとやりましょう。しかも俺、そういう系全くやってない。昨日の節分も、恵方巻き、はい、やんなかったし。恵方巻き食べたし、豆も沸きましたよ。やった、はい、いいな。ひどしれず。え、どこで、どこでの。家で。あ、家で一人だったの。一人で豆巻いたの。豆巻いた。あ、何まそ。あ、僕はうちって言ってた。やってたんだ、あ、偉い。ちゃんとやったんだ、マサさん。そういうことちゃんとやるタイプなんだ。まあ、育ちいいんで。なるほどね。で、俺もね、意外とそれやりたいんだけど。え、じゃあ、恵方巻きも東北東で。恵方巻きはしなかった。あ、しなかったんだ。買って、切って食べた。あ、なるほど、なるほど。
俺やりたかったんだよな。ちょ、知り合いが おじさんの格ゲーマーがいて、はい、そいつが今若い女の子に挑まれてて、それおじ狩りみたいなことされてて、どういうことですか。その格闘ゲームで二十、はい、歳の子が、はい、俺は45ゲーマーを一人ずつ指名して、はい、ぶっ倒すっていう企画があって、でそのちょうど俺の先輩が昨日出てて、それを応援するって配信してたから、ちょっとそのしなかったんです。そうなんです、恵方巻きできなかったんだけど、でボコボコにやられて6先を日本選手なんだけど、6-2、6-2で負けてフルボッコにされてたから話にならなかったね。いや、格ゲーとかってやっぱ負けると悔しいっすよね。悔しい、悔しいです。全部自分のせいですもんね。そう、1対1なんで。そうですよね。で次僕かもう一人誰かがっていうのが順番だから。勝てそうなんですか。いや、かなり強い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 。ランクで言うと、はい、あっちはレディアント、ああ俺がアセンダントぐらい。ああ、じゃあ勝てない応援するまでもないかもしれない。まだないかもしれない、うん、一応でも、まあ、そこから一キャラに合わせたら、うん、まあ、いけたから、1マップだけ真剣にねこう練習したらワンチャン勝てるかもしれないっていう、そういうさ、それ女の子で今若いから反応系のそのなんていうの、そのなんか技とか、うん、そっち系を返すの本当上手で、俺はやっぱジジイだからそれがきつくて。あ、やっぱ年齢あるんだ。年齢めちゃくちゃある。プロゲーマーでもやっぱりおじさん連中はそのインパクトっていう技があるんだけど、それ返さないから。あ、はいはいはい、分かる。山田さん、分かります。あ、よかったよかった、まあ、見てはいるんで。あ、よかったよかった。あれ、ここ、ここ、お、来た来た、親父の話した、親父が、親父が、親父が、あ、もうちょっと先、なんだ。でもここは行かなくていいの？まあいつかね。じゃあ、行ったら行った方がいい。いや、まあ、別に行ったから。そう、いや、全然。でも、参道としてはここが正しい。こっち通路なの、はい、じゃあこっち行きましょうよ、通路だったら。はい、じゃあもうここからなんだ。ここから。参道らしいです。失礼します。行きます。ああ、いいな。ああ、確かに俺、一回も来てなかったから、まあ、風神雷神ね、あって、高尾さん、風神雷神でしょ、これ、多分。行きますか。あ、ほら、天狗とかいっぱいある。あ、鐘も鳴らせるよ。じゃあ、お清めからやりましょうか、一応ね。一応やりましょう、お清めから。ちょっと、じゃあ、ちょっと失礼します。失礼しますね。もう股に挟んでいい？ごめんね。あ、いいですか。すみません。すみません。あ、でもね、耐えれる。あ、耐えれる。はい。野田さんも。冷たいな。耐えれるね。耐えれる。冷たいなこれ。冷たいなこれ。行きましょうか。はい。行きましょう。こんな感じでね、清めながら。行きましょう。あれ、金も鳴らします。あ、薬よけ開運、これ通り抜けましょう。これ通り抜ければもろもろの願いを叶いますようにと念に願い叶う枠ぐりをお配りください。次に大聖女を鳴らしてさらなる諸願成就をご祈念ください。じゃあちょっと願いをか思わなあかんですね。じゃあ健康です、まずこれ、ね、じゃあゲーマーの健康を祈って、はい、じゃあいきます。あいた腰がじゃあ馬田さんもね、馬田さん痛いでしょ、痛いでしょ、腰痛いよね。これよし、これで祈ってですね、はい、あ、お金払わなあかん、ちょうどお金払わないか、これお金、これあれですか、いらないか、財布ちょっと、まださん、10円貸してください、すみませんあとです、すみません、まずたかってるみたいな年下に。じゃあこれちょっと、これで借りた金であんまやらんけどあとで、あとで、すみません。じゃあ2024年のゲーマーの健康を祈って、素晴らしい。じゃあこちら、縁起が良さそう、縁起良さそうな、まださんもね、あ、いいね。あ、もうこれでもう我々24年は
安泰ですわ、ゲーマー。まだまだ祈れますから。あ、ですよね、もうこれから本腰入れてね、バンバン祈っていきましょう。バンバン祈って。団子ありますよ。あ、団子行きましょうか。ちょっと次俺が出しますわ。本当ですか。え、食べれます。全然食べれます。じゃあ行きましょう。ちょっと待って、これまだやってないですか。あ、準備中。あ、ごめんなさい、あと10分。はい、そんなに時間かかんない。10分だとちょっときついかな。ちょっと下げないでしょ。10分待てないね。行きましょうか。また帰ってくるんですよね。はい、じゃあ帰ってくる。これなんすか。ごごま、ごごま、ごごまってなんだろう。ごごま量で3000円よりお受けします。まあまあ高いですよ。ごごまってなんだろう。ごごま聞きます。ごごまってなんすか。聞いてみますわ。すみません、ごごまって何ですか。ごごま、はい、ごごまって、いろんなお願い事を起動して寄付だ、はい、準備できる。3000円から。あ、次、今ご紹介、3時半からです。3時半からです。あ、わかりました。ありがとうございます。すみません。3時半から祈願できるそうです。そうですか。なるほどね。3時半なんで、ちょっと時間がね、先、あー、やりたかったな。3000円払いたかったな、これは。ちょっときついな、時間が。ちょっときついね。うん、3000円ってまあまあ高いかな。1万円とか3万円とかもあったから、すごい。たまに見ますよね。ね、そうそうそう。いや、でもあとくじ引きたい。あのおみくじ引きたいです。俺いつもめっちゃいいんですよ。まあまあいいんで、吉とか大吉とかばっかなんで。もう今日は出たことないね。なんか結構出してる連れいるけど、あれ相当悪いだろうと思うんだよ。いきますか。ラスト階段。ラスト階段です。下りもありますか。あ、確かに。まあ、下りですからね。下りなんで。あ、山頂近くの、あ、財布落ちた。ごめんなさい。演技悪いな、確かに。財布落ちたんだけど。やりましょうか。参ります。お、すごい。あれ、すごい。お、すごい。あ、いいですね。なんか趣深くなってきました。あっち、あのそう、おじいちゃん家の匂いするわ。おじいちゃん家の匂いします。この匂い好きですね。この匂い好き。確かに赤炉に出てきそうな寺だね。あ、これラスト階段と思ったら赤炉に出てきそうな寺。これ赤炉やった。マダさんやった。赤炉、その人なんかね、どの寺見てもそれ言ってそうだ。確かに。よし、きつい。ラスト、よいしょ。でラストの階段、これね、きますか。この鳥をね、そう、これ連続でいきましょう。これ言葉出ない方で。よし、いい感じです。頑張れ。家ぬマイル赤炉ね。あ、鳥横をくぐって、そうですよ。はあ、しゃあ、いや、よし、失礼します。はあ、来ました。はあ、マダさんもバテバテです。今日ここはゴールかな。一応ゴールです。ゴールですね。お、ゴール来た。はあ、やった。あれ、おみくじできないね、これ。まだ結構まだあるんですね。まだある。え、ゴールじゃない。どういうこと。山口さん、嘘ついた。またジェクさん、また嘘ついた。多分まだ10分くらい。まだ10分ある。あ、はこれっすわ。これがね、リジェクさんのやり口。いつも嘘つくから。ほんと
マジ山頂まで行くのかな。でも結果のロープウェイまでは帰んなきゃいけないんだよね。そうです。あ、じゃあ結局帰んなきゃ。そうなんですよ。じゃあちょっと体力を残しかないとね。そう、また階段階段多いな。もう階段好きだな。そうです、また階段。もういいよ階段階段。頑張るぞ、この一歩一歩がゲーマーの健康のためだから。この一歩一歩ゲーマーの健康のためと思えば何も苦しいことなんてない。苦しいことなんてあるだろうか。いや、ない。半後もね、混ぜながら。いや、終わんないんだ、まだ半分ある。チクスクス、このやり方やめてくれ。まだ半分あった。あ、ごめんね、大丈夫。はいはいはい、こっちから行きますね。あ、すいません。よし、まさん大丈夫。あ、切る。まさん元気だな、やっぱ素晴らしい。どうぞどうぞ。ええ、ハロー、しかされた。よいしょ。祈願自体が健康に悪いな、これ。違う違う、健康はね、こう効力が作られるから。あれ、下る感じ？下る感じだよ。下るんだ。下るの？そうでしょう。下るの？下るっぽいね、これ。下りが一番嫌いなんだけど。ってことは帰り登らないといけないってことだよね。そうだ。もう帰りもまだ試練も残ってる。いや、でもいいや、元気出るわ。あ、これ達成感すごそう。あ、なかなかつかないっすね。で、そのどっちですか、つくのか10分後なのか、どっちですか。リジェクトティーム、もうちょっとある。もうちょっとあるって、まだあんの。すごい急な下り坂来たよね。いや、役多いんでいいっていう話だよね。これ山頂行ってるよね、これ。え、これ山頂行ってんすか。車に山頂に行ってる。これ絶対山頂行ってるよね。なんで。いや、役多いんでよかったはずだもん。だからさっきの役多いだったじゃん。さっきの役多いんだったよね。はぁ、もう意味わからんって。これがいつものリジェクトのあれっすわ、やり口っすわ。これめっちゃ滑るやん、これ。坂すごいな。あ、お食事所来ました。山頂だぞ。これはさすがに山頂だよ、山彦茶屋。これは山頂っしょ。どう見ても山頂ですね。ね。結局山頂まで来てんじゃん。そう、来てんじゃん。そう。すみません。誰も何も言わないんですね。そうそう。本当に。そうそう、笑いながら謝罪おかしいよ。普通に。役王院から山頂でちょっと腰いましたわ。そうだって、あのちょっとくぐった時ちょっと腰でグッて、そうあれ結構痛かったから。あ、マジで本当みんな感謝してほしいわ。あ、山頂だ、やった、来た、山頂。疲れた。登頂です。マザーさんも登頂。すごい、うわ、めっちゃ高いやん。みんな見える？意外と高いな。あれ、あれ街だよ。見えるかな。すごいな、これ。疲れたね。似合うな。汗が垂れてる。いや、俺も汗ダラダラ。ダラダラ。ちょっと見ていきますね。いいですか。すごい。
あの、まださん、いや、休め、いいよ。休める、いいよ。いや、いや、奥まで行きますよ。いや、いいよ、いいよ。休める、絶対しないよ。奥まで行きましょう。休でしょ。こんなんじゃ。こんなんじゃへこたれないっすよ。さすが、これは大丈夫。でもこれタバコ吸えんじゃない？違うかな？いや、吸えますよ。吸える。俺吸えないとダメだね。あ、ここで、山頂。これね。あ、でも 600m しかないんだ。600m ですって。もうちょっとね、褒美欲しいよね。ね。600m。行ってないっていう。599だもんね。濃く。濃く。濃く。600行けよ。マジかよ。599ってなんだよ。ここに来たんだ。すげえな、八王子に近いんだよね。なるほどね、八王子なんだね。町田もこの辺になって、明治の森、高尾、国定公園、高尾山頂。あー、いいよ、これ CM いけるわ。お前さんいけるわ、これ綺麗だわ。おー、綺麗綺麗、似合ってる。これいいよ、これいいね。陶器が出てる、陶器が。陶器が、これいい。ちょ、私もいいですか。二人でじゃあいいですか。あ、写真をね。写真。すいません。ちょっと待ってくださいね。カキカキしたいんで、ちょっと待ってください。カキカキしたいんだ。じゃあ持ちます。いや、いや、いや、あ、片手でいける。片手でいける。ありがとうございます。疲れた、疲れた、ゴール終わった、ゴール、よし、そう、お祈りまだでしょ。お祈りまだで、だからまたあそこまで戻るってこと。なんでお祈りしてない、そういえば。そういや、ちゃんとお祈りしてないんですよ。そう、なんか素通りしたもんね、あそこ。あの、おじいちゃんの匂いしたところ。あそこやっぱあそこが薬院だったんだよね。ふざけてるよ。じゃあちょっとヤニ吸ってから、ヤニをどこかで。そう、あそこ行きましょうか。あっちじゃない。よし、じゃ一発矢に入れて、その後ご祈祷、ね、しましょうか。わあ、これちょっとなんか景色、あ、なんかちょっと達成感出てきたな。あ、登ってよかったわ。確かに食べる。いや、そう、そばだ、これそばだ、そばだ、そば。あ、ほらほら、おばあちゃんもダボ吸ってる。あ、もうおばあちゃん紙タバコ行ってる。おばあちゃん紙タバコ行ってる。行ってますよ。おばあちゃんが。あれは行きましょう、我々も。我々も行かないと。さっきの前にいたの、子犬捨ててた、おばあちゃんだ、あれ。あ、本当だ。そうそうそう。いっちゃん最初に俺らの子を置き去りにしてった。そう、抜いてった。山頂でグイー行ってるじゃないですか、タバコ。だから我々行ってもいいんですよ、これ。めちゃくちゃいいやん。わ、景色綺麗、いいわ、これ。これいいわ。家で何も見えんけどね。確かに。まあでもこれもこれで。ねえ、おつなもんだ、これ。まあ登ったってことですよ、これ。晴れてれば富士山見えたぞ。あ、そうなんだ。いーよっ、暮らせと。あー、すーごい、わかる。サップよいしょ。これ帰ったら配信するかな、俺。怪しいな、体力が。そう、まず一回寝ないと。寒いな。でもリジェクトってなんかマザーさんで結構こういう企画やってる気がする。まあ、ちょこちょこやってますね。ね、あの、ドミノはマザーさん参加してる。他はなんか何かやりますか。無人島とか。あ、そうだそうだそうだ、無人島やってた。やりました、ね。ただバーベキューですね。あ、バーベキュー、そうそうそう。そが上多いっすね。ね。いやでもね、ちょっと騙されたけど、ちょっとだけ達成感あるんで、まあ、今後はちょっとやめてもらいたいけど、あの、今回ばかりは全然大丈夫です、俺は。許します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 。達成感あるわ、やっぱ。いやでも久々こういうちょっと登山とかやっぱ良かったね。運動企画やりたいな。野球やないですか、野球。草野球で今年は復帰しようかなと思って。あ、やるんですか。もともとやってて。だ、誰か配信者でも呼んでやるんですか。いや、全然。もう役者仲間です。あ、もうガチで。じゃあ配信なしでやる。配信なしで。あ、まずそうだ。マダさん、格ゲーやんないですか。格ゲーね。ソシックス、全く興味ないですか。なんか、最初でやんなかったんで、やってないっす。そうか。もしなんか、暇でやりたいって言ったら、
もう僕でもいいし、ハイダリでもいいし、まあ、ハイダリの方が絶対おすすめなんですけど、あいつマジでコーチングやっぱり上手ですか、天才なんですよあいつ、初心者大会待ち、なるほどね、あそうか、初心者大会あれば、マダさんもちょっとやる気出るね、そう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 、誰か今から始める配信者いればいいんだよな、なんかあらかた結構やっちゃってんだよな、誰かいるかな、マダさんの方にやってない人、あかりんがやってないらしい、あかりん対マダさんおもろそうだな、いいな、俺超見てえな、超見てえ、あかりんだったらね、よくバルランドと一緒にやってるはずだから、ね、仲いいし、それ負けたくないだろうから、ちょうど負けたくねえな、負けたら負けたら本当に切れるだろうな、めちゃくちゃ強くなりそう、確かに、なんだっけ、ま、あ、 あかりんポンポコポンってだけ、ポンポコポンポンポン、ポンポコポンポンポンって、勝ったらポンポコポンポンポンって言われそうだもんな、言われたくねえよな、おでんとかあるよな、おでんと、おでん、あ、おでん、おでん行く、おでん行く、おでん行きますか、行きましょうか、ちょっとこれおでん行っていいですか、マダさんからおでん行きたいっていう、いいですか、はい、あ、おでんと味噌田楽ください、はい、いや楽しみだな、おでんうまそう、ここに出勤するの、ね、だから600m 毎回上がるってこと、そういうことだよね、すごいね、絶対働きたくないな、ここでは、地球いいんですかね、ちょっと聞こうか、時給ちょっとごめんなさい、時給いくらなんですかって言って、あ、ちょっと探そうか、あ、アルバイト募集書いてある、あ、日給1万円、日給1万円だ、まあまあ高いんだ、あ、ありがとうございます、じゃあこれもらいます、あ、もう1本もらっていいですか、あざす、あざす、あ、これうまそうやん、うまそう、あ、湯気すごいこれいいや、座りますか、座りましょうか、あ、あれ行きましょうか、これうまそう、もう終わるらしいっす、え、あ、そうなんだ、あ、時間が朝10時からですって、で日給1万円です、日給1万円、日給1万円、ちょっと安いね、ちょっと安いね、日給1万円、ちょっと安いな、ちょっと安いか、うん、600m だって上がってから働くんだよ、またそうだね、それは10時から何、4時、今4時ぐらいですか、よ、2時半で3時で終わる、11時、5時間、あ、でも5時間しか働かなくて、じゃあ時給2000円、あ、でもまあまあ高いんだ、あ、それより高いんだな、座れるか、これでいいんじゃないですか、もうここ座れそう、それで行きましょう、よし、よし、よいしょ、いただきます、いただきます。ま、電学いただきます。めちゃうまい。うん、電学だから甘いかなと思ったら、結構生姜が入ってて、めっちゃいいこれ。さっぱり。そしてちょっとなんか辛いというか、すごいいいこれ。うん、うまっ、うまい、うまいな、腹減ってたんだ朝飯食ったんですね、うまっ、ちょっと余裕足ります、あ、めっちゃうまかった、これ。三つしかなかった。ああ。いや、ちょっと。あたす。タバコ吸ってな。どうぞ。もう一回タバコ吸って休む。どうぞどうぞ。いいっすか。じゃあ、あ、どうぞ行く？後で。タバコ。ここでいいんじゃないですか。ここで、ね、ここでいいんじゃないですか。じゃあ、すみません。失礼しちゃって、ちょっと。じゃあ。これおすすめ、マジで田楽マジでおすすめ、おでんもすげえうまそう、ね、めっちゃうまそうダチョウクラブみたいなんですけどこんにゃくからすごいこんにゃくから攻撃が
やっぱちょっとやっぱ漏れんだなこれ暑いの。これ山頂にしか売ってないですもんねこれね。そうですね。薬王院じゃとダメ売ってないです。おでんとこれは。おでんどうなんですかね。ラーメンとかは下に。あったんだ。ラーメン。ラーメンもじゃあ行くよ後でじゃあ。そうですね。行きましょうかじゃあ。ね、俺は太るんじゃねこれ。これ登って軽い体重計乗っとけよ。あいいですか。あすいませんごめんなさい。すいません。すいません。いやでも良かった。 FPS 勢がこういうなんか、はい、まあ格闘ゲーム勢ってこういうねその健康に良くない一緒でしょ。いやだ俺も FPS もちょっと嬉しい。なんか一緒で、ああそうなんかまださなんかいやもう早く行きましょうよみたいな感じのテキパキ系だったらきついな、ついていこうと思うんだけどおでん食いましょうとかちょっと一服しましょう。やってらんないっすよあいいわ、怠けてるっていうか、あ合うわ、よかった。やっぱゲーマーみんなそうだね。ゲーマーなんで、やっぱゲーマークズしかいねえ。よかった。この2人はどういう関係だ。あの同じリジェクトの所属してる配信者です。先輩、マザーさんは1年とか2年ぐらい先輩。入ったら早かったですからね、これ。ね。最近どんどん増えてますよ。ね、プルルとか入って、あと新しい子デビューしたの名前言えます？あれでしょ？リジェクト初の VTuber でしょ？VTuber。二人まあ、はい、入ってきてくれた人とリジェクトからデビューした人の名前言えます？あの二人の名前言えます？一人はちょっと一人かゆゆ。かゆゆと？かゆゆと。かゆゆ。こなこな。違います。絶対違うな。黒人プロデューサーえ、まださんわかる？わかりますよ。え、わかるの？すごい、偉い。全然わかる。え、名前は？リットさんと。リットさん。リットリットさんと。リットさんと。三上こんちゃん。三上こんちゃん。うん、合ってる。お、すごい、素晴らしい。やっぱ先輩ちゃんと見てんな。俺見てなかった。なんかね、ツイート。かわいそうじゃないですか。いや、確かに。ね、確かに。好きな箱レビューじゃないから。大変ですよ。そうか、そうか。リジェクトだから、そうか、逆に押してあげないと。確かに。じゃあ覚えました。ディットさんとコンちゃん、コンちゃん、三上コンちゃん。え、何をされる方なんですか。バロ。コンちゃんがバロ。ディットさんは割とマルチなんですけど、エテが多い。うん。ツイッター言ってました。え、やば。上手なんですよ。じゃあ一緒できない。だから一緒やろうかなと思ったんですけど、もうできねえや。プレデターとバロ何ランクいくんですか。バロは、やっとゴールド1になりました。ゴールド1に三上さん確かそのぐらいです。あ、本当？あ、じゃあできるや。ゴールド1にして1週間か2週間ぐらいやってません。あっ、空いてる。嬉しかった。嬉しかったもう下がるから意味のない。いやでもそうそうやりますけどね。プラチナ、あ、でもプラチナだったらできるでしょ。1個下がだから、まあ、ただ俺ゴールド1の20とかだから 10とかか。だから2回まで2回までできる。2回までできる。エイムがねやっぱねきついっすね。もうしんどいっすか。もうしんどいっていうかもう最初からしんどいっす。だからなんか座学覚えてそのなんかスキルでこう貢献する形。もう1対1はもうマジ無理。出会って2秒でもう即殺されるから、まあ、2秒って遅いんだけど、まあね、AV みたいな。そう名前はだ。マダさんの見てるけどスパンスパン殺すから気持ちよそうだなと思って。まあ、倒せたら楽しいです。 ねえ楽しいでしょ。あれエイム練習もやっぱしなきゃいけないですか。うん、GG でもエイム練習したら上手くなります。なるんじゃないですか。あ、なります。あ、じゃあした方がいいんだ。じゃあしようかな。上手くなると思いますけど。もう帰りたい。もうでももう気がしてもう帰れるんで。でもラーメンあるんですよね。そうまあラーメンあるなら行ってもいいかすごいね本当に。つらされてるその人参とかそのラーメンで動くタイプ食べ物で何とでもなる。だっておみくじ屋閉まってましたよ。確かにね。あれあるんですか。おみくじ屋は日曜でやってないってやる気ねえな。ね、下の方は空いてるので。まあ、帰り道下帰り道がまた長いんじゃないの。え、ロープウェイの下。あ、ロープウェイまでの間にちょ怪しい。ちょっと待って。ちょ本当にロープウェイで帰るんですよね。聞いた、みんな聞いたよね。ロープウェイ聞いたよね。ロープウェイで帰るからね俺は。ロープウェイの途中ぐらいにあるんですね。ロープウェイよりも
全然前に。あ、よかった。じゃあそこで行きましょうか。よし。じゃあそう、こんちゃん誘ってみよう。あ、ハイタリも同じぐらいブロンズぐらいだったかな。ハイタリ。あ、そうなんですか。うん。マナさんはアセンダント？イモータル？僕今イモニーです。イモータルか、じゃあダメだな、できねえな。一緒にできるけどあれでしょ、フルパだと あっちがアセンダントばっかでしょ、どうせじゃないですか。バランスが悪いもんな、ね、結局あれでバランス取ってるって言ってもこっちはアセンダントとやらされたら思わないですよね。思わないんで。ハイタにゴールドいった。え、あいつそんなうまいの？え、なんかムカつくんだけど。ハイタに、なんでそのゲームうまいの、あいつ。プルルはブロさん、なるほど。ちゃんと下手なんだ。ちゃんと下手。あ、ハイタンシルバー1だって。ゴールドなんて言ったこと。あ、よかったよかった。それはそうだ。俺も結構時間かかったもんな。僕に結構やりましたもんね。結構もう2年ぐらい、ね、結構マジで真剣にやって。やっとやってた。そう、やっと受かって、やっとそのゴールド行って。まあでもゴールド行ったらもうキャリーだったけど。立川っていう知ってます？あ、わかります、ね。あいつと孫わかります？あ、なんか格ゲーマン。うん。そいつとあと繁盛。と一緒に行ったんだけども、その3人がもうキル取りまくるから、俺最後のそのゴールド昇格戦ね、46とかそういう何もしてないよ。そうそれでいけたから。わあ、ここだったんじゃないの、そのさっきのやるべき時。いや、下っすか。いや、さっき俺ら祈ったじゃないですか。明らかにこっちの方が見た目良くないですか。まあ見た目まあまあいいでしょうね。まあいいでしょう。いいでしょう。一回やったんだ。配信の方たち。あ、配信の方たち。じゃあここで。お祈りをもう一度。お祈りじゃあしますか。何度お祈りしたっていいですか。そうですね、確かに。それはもう。じゃあちょっといきますわ。一発入れますわ。バチッとね。バチッと。皆さんの健康をね。100円入れますわ。え、これ10円。100、いや、そのね、小銭が100円しかないの。よし。パンパン。2024年 FPS ゲーマー、格闘ゲーマーの健康を保たれますように、みんなプレーに集中できますように、よろしくお願いします。よし。一切邪念はございません。頭の中ではいい女と出会えるようにとか、そんなマジでちゃんとやりました。ちゃんとやりました、本当に。よかったっす。あ、おみくじある。よしよし、300円。100円です。100円。あ、よかった。お願いします。お願いします。あ、いいですか。いいですか。はい。ごめんなさい、横になるんで。まさかね。来た。いきますか。何番？大丈夫？100。お、ぴったし。うわ、これすごいじゃん。俺は。100までしかない。100までしかない。100までしかない。1から100で100。お、すごい。100。俺は。20。中途半端な20って。20でございました。ちゃんと100を取る。100取ったな。まずあと20しか取れない。ここにありがとうございます。じゃあいきましょうか。じゃあいきましょう。せーので、せーの、第100。きちょっ、嘘。100引いて今日なん。第100今日って書いてある。嘘でしょ。え、僕は普通に吉です。あ、吉。はい、僕こういうの強いんですよ。全然今日とか聞いたことないんで。え、ちょっと中身。今日ってさすがやな。配信持っとるな。何を言われてるのかわからない。病気は心虚しく呆然として途方に暮れたる手になり。え、くちゃくちゃじゃないですか。前が見えないってこと。そういうことですね。あ、でもこれ病気は注意を要します、うん、喜び事はありません。失い、なくし物は出にくいです。出にくいです。町人は来ません。訴訟を望み事は
共に叶いません。叶いません。争い事は負けです。ゲーマーとしても売買ともに利がありません。新築、移転、縁談、旅行、皆悪いです。もうやばいや、もう家でじっとしろ。窓田さん、花は散りすぎて青葉となり、実は未だムズバズのように、財産も突き果てていく。ちょっと、ね、こんな悪いことある？え、こんな悪いことある？嘘、嘘でしょ。今しばらく辛抱すればやがて実の結ぶ時に出会います。あ、なるほど、ね、短期を起こさずに辛抱が大切。辛抱ですね。いや、ちょっとね、マジでちょっと お察しします。やば、そんなに悪いの？病気注意、喜びない。なくし物は出ない、待ち人来ない、望み事ともに叶わない、争い事は負け。争い事負けってこっち勝負事やってんのに。マジか。マジ、俺だ基地で、まあまあいいっすよ、病気は良い方へ向かいます。養生が大切、揺れ事が叶います。訴訟よしですが注意が必要です。待ち人は来ますが少し遅いです。争うことは勝ちます。しかし言葉をしまうのと負けます。新築、移転、縁談、旅行、皆吉です。売買は共によしです。失いものは尋ねれば出ます。暗夜に月が出たように、今までの苦労もなくなり、人の力を得ておいおいに幸運が訪れてきます。しかし一寸良くなったからと調子に乗りますと、なんだこれ、もともとの苦しみに変わりますので注意が肝要です。いや、もう全然いい。ちょっとなんか和田さんごめん。ひどいねこれ。これはつっとこ、つっとこ、つっとこ、ひどいね、これつっとかないと。もう一回引いちゃダメなの？もう一回引いね。なんか俺今日引いたらもう一回引けみたいな言われたことある。あ、じゃあ引きましょう。もう一回引いた方がいい。で、つい今日引いた場合ですよ。もう諦めますけど。引きましょう。失敗成功のもとですから。失敗はまた。さあ次は何番？19。お、19っていう、そのまあまあそれは忘れましょう。一旦ね、ちょっとごめんなさい、ちょっと流れがちょっと悪いけど、まあいや、そんなことない、まだ引いてみないと。これ操作してないですよね。あの、普通に引いただけですよね。ですよね、ですよね。ありがとうございます。さあ、和田さん、さあ次は2回目。次はとかじゃないけど。これが本当ですから、はい、これ本当。行きましょう。初期、よかった、よかった、上がったー。初吉、違うわ、末小吉って何ですか？いっちゃん下？末小吉、何でしょうね、ちょ聞きましょうか。末と小の間みたいな。すいません、末小吉書いてあります。ほら書いて、じゃあそこ今日の次だ。上がった、あ、上がった。吉ってめっちゃ上なんですね。吉上ですね、かなり。今日だって大吉、吉、半吉、小吉、末吉、末強、末小吉、強だ。強ですね。でも1段階、1段階上がりました。そう、どうですか、病気は長引きますが心配はいりません。喜び事は叶いません。訴訟は半吉ですが見合わせた方がいいです。うん、待ち人は遅くなるが来ます。およかった。なくし物は急には出ませんが、ほど過ぎて出ることがある。出ることがある。うんうん、争い事、売買ともに半吉。うんうん、だから一応半期したんで努力次第で、努力次第でよかったっす。よかった。これ悪い時はあれ釣るんでしたっけ？いい時も釣る、まあ、両方釣る人が多いですね。釣りましょう。まあこんなもんあれですから、マダさん、あのこんなもんとか、こんなおみくじですよ、まあまあ、こんなんじゃマダさんのことなんか計り知れないから大丈夫っす。まあ今年ちょっと辛抱の年ということですね。じゃあ気にしなくていいっす、そんな。こんな気にしなくていいっす。ごめんなさい、今日俺人生で初めて出ましたわ。出ました。でもあのさすがです、数字持ってるやつやっぱちゃいますね。こういうとこにちゃんと今日引いて、その後大吉行くんかなって言ったら末小吉って1個だけ上がるって。さすがやなと思いました。俺中途半端な思んない吉だったもんな。羨ましいな。よし、まあでも、まあ、あのおみくじですから、まあまあ、気にしなくていいですよ。最後エマを、あ、エマ、はい、エマ、ジェクトに飾ります。あ、これですか、は
願い事何します？願い事をリジェクトのリジェクトのだから大会優勝、うん、だって願いはだって健康は祈ったからそうです、ね、もうやっぱ何書こうかな。じゃあその大会優勝でいいんじゃないの。リジェクトチームがどれか優勝しますよみたいな。勝利、勝利、そうだ勝利だね。勝利、まあ争うこと勝てないけど争うこと勝てない。俺が書いちゃダメだ。いや大丈夫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 。俺が願っても仕方ないんだよ。大丈夫。ここに書いて。いや違うよって。おもろい。なんかやだわそれ。じゃあお二人ともあじゃあ、はい、じゃあ二人とも書くけど。じゃあどうやって書き？リジェクトのこれカタカナですか？いや英語だな。英語なんだっけ？リジェクトいります？いらないか。いやでもいるでしょ。何大会勝利優勝大会優勝大会優勝。じゃあこの後じゃあ真田さん書いてください。あいいっすね、いいっすね。名前も名前ひらがななんだ。ひらがな。俺もそうだけど。住所いらないですか。住所いらないんじゃないですか。いらないか。東京とかできます。東京、東京でします。これですね。素晴らしい。これいいっすよ。リジェクト大会の優勝頑張れと。よし。これ持って帰るですね。持って帰ります。お願いします。我々はもう応援する立場ですから、ストリーマーですからね。頑張ってほしい。目的はここで。終わった。よかです。達成か。はい、終わった。足がプルプルしてる。ね、終わったわ。ありがとうございました。いやー。お疲れ様です。でもちょっとなんか晴れやかな気分になったな。うん、ね、なんか澄んだ。ちょっと味方批判しなくなりそう。え、ちょっとなんかやっぱ優しい優しい気持ちになる。優しい気持ちになったんで。あ、もうそれは良かった。あ、俺のせいだねって。あっちも何かあったんだろうなって思えるなって大変だったんだろうなって。でもあのあれでしょ、マザさんのレベルといったらそのなんていうのトロールいないでしょ。いますよ全然。どれぐらいのトロールなんですか。ああ何もしねえみたいなことないさすが、ね、にその邪魔したりとかないでしょ。あんまりないです。あやっぱりいいよな。俺は邪魔してなんか角っこで俺が待ってたらそこに来てそう押し込まれるんだ。押し込まれてであのスキーで殺されるとか結構あったんであのフェニックスとか終わってんなこれと思って。ちょいつか俺もあのバランと教えてくださいよ。ほんと暇な時にいいんで。全然いいですよ。じゃ教えるって何をやればいいんですかね。軽く言っといてくれれば。やっぱエイムですか。普通にあのマップ見える状態で、はい、1本あれある一試合あればいいです。あそうすれば、はい、もう全部教える。大体あ悪いところは。あそんなもんなんだ。だからそれマザさんやあのコーチング企画やってるじゃないですか。あのあやってます、ね、そのブロンズ祭とか、はいはい、それ見てじゃあそれ俺応募しようじゃ一回。まあ応募別にあれだったら配信でやったやつ送ってきてくれる。あ終わりました。でマップ見えてないとまずいですよね。だからカメラ見えてた方がいいです、ね、カメラ消さなかったですね。オッケーオッケーオッケーです。すいませんラーメンって本日閉店。あ閉店。あすいません。閉店。いやラーメン食べれない。ガラガラ出てからから出てですわ。ついてねえな。ついてねえ。やっぱ今日だからな。今日しょうがねえよな。ついてねえな。マジかよ。確かにちょっと食いたかったな。まあしょうがない時間的にね。まあそうですね。歩みが遅かったんだ俺らの。ちょっとなんかあのね歩みが強いのよ。もう帰りだから。違う、トイレ行きたいですよ。あ、だから。そう、無理してるんですよ。早く喋りしないと。そう。なるほどね。なんか食うもんねえっすからね。あ、もう閉まっちゃう。滑り込み聞いてみましょうか。ミニクグロフ。なんかうまそう。取ろうかな。カヌレみたいな。ねえ、なんかうまそう。これがクグロフだ。クグロフ。残り1個。どっちがうまいんだろう、チーズタルトとクグロフ。チーズタルトの方がうまいのかな。じゃあ売り切れになるってこと。どうぞ食べてください。いただきます。いや俺ねクグロフの方が、はい、
いいですか、じゃあいただきます。かわいいでしょ、かわいい、ほら、高尾さんでしょ、まあ、アムさんと分けようか、はい、それでいきますか、ありがとうございます。うまい、おお、うまそう。ちょ、俺も食べるわ。クグロフっていう、クグロフという、このなんかチーズ系の、チーズじゃないのかな、これはレモン風味の爽やかさつまいものトッピングさやつ。クグロフうまい、うまい、これはいいぞ。うん、あ、リンゴのさつまいも、さつまいも乗ってる、うまい。うん、うん、下の方がちょっとサクッとしててうまい。飯後のヤニが最高っていうかね、やっぱ休憩しないと、人間は疲れてる、休もうで、また頑張ればいいじゃないか。マダさん、メガ何、マダさん何してるんですか、タバコは。ハイライトっす。ハイライトだって。ハイライトメソール。ハイライト17ミリ12っす。12？ これ10っす。10か。ハイライトそんな少ないですか、メソールは。あ、そうなんだ。疲れた。疲れた。まあ、ロープウェイでもみんないるから、じゃあ配信もここまでしとこうかな。皆さんいるもんな、確かに。じゃあちょっと、じゃあ配信もここで終わりです。じゃあ皆さんお疲れ様です。もう終わります。ありがとうございました。じゃあね、みんな、高尾さん配信でございました。和田さんもじゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあね、みんなお疲れ、また後で。